いつもご視聴いただきありがとうございます。恋愛アドバイザーの津崎まみです。この動画が少しでもあなたの役に立てれば嬉しいです。ということで、今回はなんか別に普通やのにモテてるよねっていう人っていらっしゃるじゃないですか。そういう人って実はめちゃくちゃイケメンよりもモテるんですよね。まあ理由はね、私でもいけそうって思うからです。つまりめちゃくちゃイケメンっていうのは、今からはねなかなかね整形とか、あと体をねめちゃくちゃシェイプアップしないとなれないけれど、まあ、普通面だったらなれるじゃないですか。しかも普通面の方がモテるってなったらやらない手はないですよね。なので今回はモテる普通面の特徴っていうのをご紹介するので参考にしてください。普通面なのにモテる男の特徴、1つ目、本能に従ってアプローチです。本能に従ってアプローチって言っても、自分のね感情だけでぐいぐいアプローチをしていくということではなくって、表現をストレートに言うっていうことです。結構ね、うまくいかない人って頭の中でねいろいろ考えてしまって、で考えた結果墓穴を掘るとかっていう形になってる人がね、まあ、すごくね残念なんですけど多いんですよね。だからね、トレーニングとしてはストレートな表現で言うっていうトレーニングをされた方がいいかなと思います。美味しいものをですね、ごちゃごちゃうんちく言うんじゃなくて、美味しいってガツガツ食べるみたいな、そういうストレートな表現を女の子は求めているので、なので可愛い女の子に対するアプローチも、そのいろいろ考えてですねカッコつけるとかではなくって、可愛いなって思ったところ素直にね可愛いって言ってあげるのがいいかなと思います。そして2つ目、清潔感があるんです。ルックスとかスタイルが平均点以下でもモテる男性って、やっぱりね何気に清潔感っていうのがあるかなと思います。男臭い人とかですね、ワイルドな人って男性はね結構好む方が多くって、それに色気を感じるっておっしゃるんですけど、女性が好むのは男臭さっていうよりも、なんていうか無難な感じ、なんかその方が清潔感っていうのを演出しやすいです。つまり小綺麗にしている男がモテるということです。そして3つ目、聞き上手です。相手の話を聞くのがうまくって、まあ、さらにね自分の話をこう小出しにしていける人っていうのがやっぱりモテる人です。女性はね自分の話聞いてほしい人が圧倒的に多いので、まあ、しっかりと話を聞いてあげるっていうのが、まず前提ではあるんですけど、プラスしてその女性の話を面白くね広げてくれるとか、もっともっとこう話を展開させてくれるとかみたいなプラス要素があるとさらにいいですよね。でもまあそこまでいかなくっても、まずは聞き上手になる、相手の話をしっかりと引き出してあげるっていうのがポイントです。そして4つ目、記憶力が良いです。女性はね些細なことを覚えてくれていればいるほど好きになります。女性はね自分には価値があるんだっていうのを証明したいっていう本能的欲求があります。なので些細なことを覚えていてあげるっていうのは、それを覚えているだけの価値がある女だというふうに思うんですね。すると女性の承認欲求が満たされて、もっともっとあなたのことを知りたいとか、私のことをもっともっと知ってもらいたいという気持ちになっていくわけです。あとね、結構日付を覚えてるの重要で、記念日とか誕生日とか、なんかすごくしょうもないね、それ記念日かいっていうようなことを覚えてる女性っているじゃないですか。男性ってね、自分の誕生日とか日付とかこだわらない方が、結構多いかなと思うんですけど、そのね、女性のこだわりを理解してあげたりとか、覚えといてあげるとポイントは高いです。そして5つ目、女性に関心があるんです。モテたいって思ってらっしゃる方が、女性にね関心がないっていう方は、おそらくいらっしゃらないと思うんですけど、実際にモテる男性っていうのは女性そのものっていうよりも、女性が興味があることに自分自身も興味があるっていう男性が多いです。どういうことかっていうと、例えばスキンケア商品とか香水とか、あとそれからそうだな、髪の毛につけるヘアオイルに関することとか、そういう女性が興味があるものとか、今流行っているものですね、そういうのを抑えている男性っていうのは、話がね単純に広がるっていうのもあるし、やっぱ自分の興味があることに興味を持ってくれる人って話しやすいし、でもっともっと会いたいって思いますよね。なのでそういうことに全く興味がないのであれば、無理する必要はないんですけど、でもある程度トレンドとかを抑えてた方がやっぱりね話題は尽きないです。そして6つ目、誘い方がうまい。
基本的に女性は、まあ、よっぽどね、嫌いな男性から誘われるっていうことじゃない限り、誘いはね、嬉しいというふうに感じます。だからね、誘ってあげた方がいいんですけど、ただ、その誘い方に関してなんですけどね、まあ、ストレートにご飯行けへんとか、仕事終わりね、飲みに行こうって誘うのも全然いいんですけど、でもね、モテる男性ってもう一ひねりあるんですよね。例えば、美味しいお店見つけたから行こうよとか、なんとかちゃん、前に何々が好きって言ってたでしょ？新しいお店オープンしたから行ってみいひん？みたいな感じで、まあ、ストレートにね、誘ってもいいんですけど、どっちか言うと、出かける口実を作ってあげた方が乗ってきやすいです。女の子は言い訳をしたいんですよね。まあ、誰に対して言い訳してんのかはわかんないんですけど、なんか言い訳をしたいので、何かしらの言い訳を作ってあげることが大事かなと思います。その方が、やっぱデート乗ってきてくれやすいです。そして、7つ目、女性の寂しさを埋めるのがうまい。女の人って寂しくなると誰かに寄りかかりたいというふうに思うんですよね。で、相手の子が寄りかかりたいと思ったタイミングで横にいればいいですよね。で、そのタイミングを見極めるためには、やっぱりね、まめに話を聞いて、まめに連絡をしてですね、で、相手を楽しませておいて、で、聞き上手っていうのをしっかりとアピールすることで信頼関係を作っておくっていう下準備がとても重要になってきます。モテる人っていうのはやっぱりそのあたりのフットワークがすごく軽いんですよね。なのでね、相手が寂しいかどうかっていうのを、まあ、パッと見てね、観察できるような洞察力とか観察眼を持ってる人とかだったらその下準備必要ないんですけど、そうじゃない場合は日頃からね、しっかりと関係を温めておくということがやっぱりね、モテの第一歩かなと思います。ということでまとめです。今回は普通面なのにモテる男性の魅力ご紹介しました。まず一つ目が本能に従ってアプローチですね。そして二つ目が何気に清潔感があるんです。で、三つ目が聞き上手、四つ目記憶力がいい、五つ目女性に関心がある、六つ目誘い方がうまい、で、七つ目女性の寂しさを埋めるのがうまいです。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画の感想もコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか？今日はバレンタインですね。ということで、チョコをじゃじゃん、用意しました。用意しましたって言っても、コンビニで買ったんですけど、これね、さくらんぼ味で美味しいよって勧めてもらったので、ちょっと食べてみようと思います。ね、見て。ここにもそう、このそう、点々が、見えてる？これ映ってる？点々があるんだけど、これって、こっちから開けるってことなのかな？あ、かわいいパッケージ。で、ハートになってます。かわいい。食べてみましょう。ほんのり甘酸っぱい、さくらんぼ味ですって。美味しそう。私こういうの冒険しないタイプでね、結構ね、普通のやつしか食べへんからね。かわいい。で、ハートになってる。見える見える？こっちは丸だけど、この持ち手がね、ハートになっててすごいかわいい。いただきます。結構ね、しっかりさくらんぼ味でね、うん、チョコなので、酸っぱさよりも当然甘さの方が勝ってる。うん、美味しい美味しい。プレッツェルをコーティングしてあるのがさくらんぼ味なのかな。美味しい。うん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 。結構、後味がさっぱりしてて、何本でもいける。でもこういう変わり種を食べてると、普通の食べたくなりません。普通の食べてたら、まだちょっとこういう変わり種食べたくなってきて。無限ループ。うん。面白い、美味しい。甘党の人は好きだと思う味。でもね、さくらんぼが、結構美味しい。なんか、偽物っぽすぎるやつとかあるじゃないですか。ちょっとそういうの苦手なんですけど、これはね、すごく程よい。さくらんぼが主張強すぎなくって、すごくいいですね。さくらんぼすっごい好きで、私、いちごよりさくらんぼの方が好きだからね。これは嬉しい。まだまだ入ってる。大事に食べようと思います。
ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。